国家人民軍は、ワルシャワ条約機構軍の一翼を担っていたドイツ民主共和国の軍隊である。通称は、東ドイツ軍、東独軍、略称ワンバ。1956年3月1日に、それまで存在していた準軍事組織の平衛人民警察を解組する形で創設され、東西ドイツ合併後の1990年10月2日、 ドイツ連邦軍に統合され解散した。国家人民軍の軍九1971年の SED 第8回党大会会場での国家、人民軍1956年1月18日、人民議会では冷戦の激化を受けて国家人民軍及び国防省の創設に関する法律が採択された。これに基づいて3月1日までに平営人民警察は 国家人民軍に改組され、同時に国防省が設置された。1962年からは徴兵制が導入された。西ドイツのような良心的兵役拒否は認められなかったが、実質上これに相当する建設部隊勤務という制度はあった。建設部隊勤務は反対性の意思表示として、兵役期間中はもちろん除隊後も、周囲からの差別、偏見の対象となった。 建設部隊勤務制度は主に宗教上の理由から、兵役を拒否した人々と当局との妥協の結果として、成立した制度である。他の社会主義国の軍隊同様、国軍であると同時に支配政党である、ドイツ社会主義統一党の強い指導下に置かれた党の軍隊でもある。東西冷戦の最前線であることから、ドイツ中流ソ連軍の方が、国家人民軍より規模が大きく、 また運用においてもソ連軍の指揮下に置かれていた。国家人民軍は公式には16世紀のドイツ農民戦争の農民たちの軍隊の後継者であると称していたが、口述するようにドイツ将校同盟などで反ファシズム教育を受けたとされるドイツ国防軍の将校たちが創設に関与し入隊の際の中世先生では西ドイツの連邦軍では削除された上官への絶対。 服従義務が明記されているなど、第二次世界大戦以前のドイツ軍の伝統が継続されていた。軍服のデザインや課長足更新などにドイツ国防軍の影響が色濃く残っている点も、戦後それらをアメリカ式に改めたドイツ連邦軍とは大きく異なる点である。このため国家人民軍は赤いプロイ戦軍と呼ばれていた。 ただし、ガチョウアシそのものは、ソビート連邦軍でも行われていた。また、国家人民軍の基本教練や軍装には、ソ連軍の様式も取り入れられている。1990年のドイツ再統一以降、各軍は、ドイツ連邦軍の各軍に統合される。旧地上軍の人員、機材は、旧地上軍司令部に設置された第四軍団によって、管理され、また、 旧人民海軍の人員、機材は旧人民海軍司令部に設置されたロストック海軍司令部によって管理された。しかし、統一直前に締結されていたドイツ最終、規定条約で軍縮が確定していたため、統合の際に多くの将兵が職を失った。残留を許された一握りの菓子官兵も直後に結ばれたヨーロッパ通常戦力条約に基づく軍縮の中で、 段階的に解雇されていった。さらに統一後のドイツ連邦共和国では国家人民軍への従軍を外国軍への従軍とみなし軍人恩給の支給を認めなかった。元将校らが受け取った年金は大学生が受け取る奨学金の額にも満たなかったという。彼らは退役軍人を名乗ることも認められず、奨学の年金のみを保障され長らく苦しい生活を送った。 統一からおよそ15年後の2005年3月1日、ドイツ社会民主党や緑の党など左派諸党の提出した法改正によって国家人民軍への従軍を連邦軍海外勤務として扱うことが認められ、ようやく軍人恩給の支給が行われた。ただし、退役軍人を名乗ることはドイツキリスト教民主同盟や自由民主党など右派諸党の反対で認められなかった。 国家人民軍の組織国家人民軍は以下の三つの軍種から構成されていた。また国境警備隊も1961年には内務省から国防省に移管されたが、1973年には再び国家人民軍から分離されている。バルター・ウルブリヒトドイツ社会主義統一党書記長国家評議会議長とケンム・エーリッヒ・ホーネッカードイツ社会主義統一党書記長 国家評議会議長とケン務ウェゴン・クレンズ、ドイツ社会主義統一党初期長、国家評議会議長と県務、ビリー・シュトフ、カール・ハインツ・ホフマン・ハインツ・ケスラー・テオドール・ホフマン、ライナー・エッペルマンライナー・エッペルマン以外は、社会主義統一党所属。エッペルマンは、民主主義の目覚め所属。また、エッペルマンの官職名は、軍縮及び防衛省。 東ドイツでは西ドイツに比べると、雛難地が厳しく行われたが、国家人民軍においては徹底されず、旧国防軍時代に親な知的態度を示していた者が、召喚に抜擢される例すスあった。1958年1月1日時点で、国家人民軍はおよそ2399人の戦力を有し、そのうちおよそ2600人が将校だった。さらに、 将校のうち、およそ1600人は、元国防軍科士官、およそ400人は、元国防軍将校であった。彼らは主に国防省内や、教育機関、核軍管区内の全省地点などに配置された。国家人民軍全軍で82箇所設置されていた、全省地点のうち、61箇所に、元国防軍将校が配置されていた。 1957年2月15日に社会主義統一党政治局が下した決定に基づき、1950年代後半を通じて多くの元国防軍将校が退役を強いられた。これはアルノフォンレンスキー、ヴィンツェンツ、ミューラー、ハンス・ブルツなどの退役を想定したものであった。それにもかかわらず、 1960年1月1日の段階でも元国防軍将校のうち654人が将校として338人が陛下主管として国家人民軍に残留していた。以下に列挙する国家人民軍将官らは第二次世界大戦中、旧ドイツ国防軍軍人として鉄十字章を受訓している。以下は同じく騎士鉄十字章を旧軍人として、 受訓した召喚の一覧である。ありがとうございます。